極楽寺は宮崎県串間市にある高野山真言宗の寺院。三号は大田山と称する。九州三十六不動霊場14番札所。本尊は不動明王である。また、島津忠隆がお美城の祈願寺と定めるなど、島津家に深い関わりを持つ寺院であり、境内には島津家士族の二色ロケ1頭の墓とされる五輪島軍がある。二平2年に、 当時の国主大名が回帰し、幸い里市院一世を招き迎えて、解散とした。以来、領主の保護により栄えていたが、乱世に変遷する中衰退していく。鎌倉時代になると、県庁5年に早期義春が寺院を復興させた。戦国時代になると、天文24年に、島津忠隆が寺院の建物群を再興し、お城の祈願寺と定めた。 忠だちは、都の城城主、北郷忠介の着難であったが、島津本家の命により、天文15年を美女に、養子縁組して、城下を治めた。また、忠だは神仏に対し信仰が厚く、極楽寺の他にも、社殿を起こしており、永六六年屈指官員13初代名人の社殿を、総合にしている。天保2年不良の火災に見舞われ消失してしまう。さらに、 明治維新の廃物希釈において廃寺となったが、断神との手により明治12年に再建された。現在の本堂は昭和51年に改築されたものである。ありがとうございます。